はい、どうもハピグルメ案内人のじゅんです。今回は山形デカ盛り参戦をお送りしたいと思います。デカ盛りという言葉にはですね、皆さんの夢が詰まっている言葉だとそういうふうに思っておりますので、ぜひですねこの動画を参考に食べていただければなというふうに思ってます。山形はですねデカ盛りってあんまりないと思うんです。他の県でですね別に調べたわけではないですけど、なかなかねしょっちゅう食べれるもんでもないと思うんで、この動画を最後まで見ていただければなと思います。今までアップした動画の編集したものなので細かいところが知りたいという方は本編の方をご覧ください。そしてハッピーグルメでは山形グルメをどんどん紹介していきますので、チャンネル登録してお待ちいただけると嬉しいです。早速行ってみましょう。はい、こちらが山形市島北にあります蕎麦処ひろさん。蕎麦が美味しいのはもちろん、盛りがいいのが人気の秘密。何を頼んでも盛り盛りなんだそうです。肉そばが人気のお店なんですが、今回は変化球で東京つけそばをいただいてみたいと思います。はい、こちらが東京つけそば特盛りです。山盛りのネギと海苔、そして鶏肉、ごま、ピリ辛のつけだれがあります。予想以上にでかくてびっくりです。周りに特盛りを頼んでいるお客さんが一人もいなかったので、そんなに出ないんでしょうね。確かにかなり自信のある方じゃないと食べきれないんじゃないかな。そばの太さは普通といった感じ。もちもちっとした食感です。つけだれはラー油が結構効いていてパンチがあります。鶏もなかなか歯ごたえがあり、そば、ネギと合わさるとどうしても咀嚼回数が多くなるので余計満腹中枢が刺激されてきついかもしれない。ちなみに僕、東京つけそばというものを初めて見ましたし、初めて食べました。うまいですね。これは癖になる。ひろさんのおそばを食べたいけどたくさん食べれないよという方はレディースサイズもあるので、ぜひそちらを。天かすと生卵があるんですけど、ちょっと食べ方が分かんなくてですね、これつゆに入れたらいいんだよなと思いつつ、なんか特殊な食べ方あんのかなとか考えながら今これ食べてます。だちょっと緊張した、はい、こちらが山形駅から徒歩4分、駅前の飲み屋街にあるジャイアン食堂さんです。食堂とありますけど居酒屋さんといった方がいいのかな。学生さんにも人気のお店です。お店の雰囲気としては一人で飲むというより数人でワイワイ楽しくお酒を飲む感じですかね。メニューもアルコールも豊富にあります。ジャイアンサイズなるものを見つけたのでジャイアンオムライスをいただいてみたいと思います。こちらが今回のメインディッシュ、ジャイアンオムライス1850円です。店名にちなんだ特大のジャイアンサイズのメニュー、他にパスタや唐揚げなど全7種類あります。その名に恥じぬすごいボリューム。3、4人前だそうで、普通はシェアして食べるものだと思われます。はい、
それでは行ってきます。卵はまさにふわとろ、ケチャップ、マヨネーズ、チーズが濃厚に絡み合います。チキンライスも鶏肉、キノコなど具沢山で、卵の中にご飯がこれでもかと詰まっています。店員さん曰く、男性3人で食べても食べきれないということがあると、なのでハーフサイズにしますかとか言っていただいたんですけど、いや、これは僕食べたいっていう思いをですね伝えて説得しまして注文いたしました。なので絶対食べきります。はい、こちらが天童駅から1キロほどのところにあります三州屋さんです。開店から40年以上、手頃な価格でお腹いっぱい食べられるとんかつ屋さんです。入ってすぐにこのサインの数、皆さんお知り合いなんかいらっしゃいますか？この品数めちゃくちゃ多いな。これチーズとんかつとかトンテキとかいろいろ魅力的なものはあるんですが、真剣に悩んでるとなかなか決めれそうにないので、今回はこのジャンボコーナーからジャンボとんかつ定食いただきたいと思います。こちらがジャンボとんかつ定食1550円です。大きくて分厚いとんかつと山盛りのキャベツ、そしててんこ盛りのご飯、食べ応えとしては十分すぎますね。ご飯の量とか見たら自然と笑みがこぼれちゃいました。ご飯の量はですね、半分にしたりなしにしたりできるのでご安心を。ではでは主役のとんかつを。でっかいね。サクッと揚がってるのはもちろん、肉厚なのにびっくりするくらい柔らかい。ご飯はこれで中盛りです。ジャンボを頼むと自動的に中盛りになるみたいですね。特盛りとかどんなんなのかちょっと見てみたい気もする。脂身が結構多いですけど、豚は脂身がうまいですからね、嬉しい限りです。ジューシーだし、ご飯が進む進む。からしなんかつけちゃったりして。ここまで見てくださった皆さん、印として高評価もしくはコメントで見たよと書いていただければ嬉しいです。何も知らずに来て注文しちゃった装飾の方は大変だなと思いながら食べてます。はい、どうでしたでしょうか。実はですね、このデカ盛りの、参戦というのはやる予定じゃなかったんですけど、デカ盛りはですね、皆さんに見ていただける確率が非常に高いので、まあそういう動画をですねギュッとしたら面白いんじゃないかなと思って、今回作ってみました。今紹介した3つの中ではですね、オムライスが一番きつかったかな。オムライスの場合は他にも食べたっていうのもあるんですけど、焼き鳥とか、オムライスはきつかったな。興味のある方はですね、ぜひ挑戦してみていただければなと。挑戦してみていただければ、はい。そして感想などいただければなと思います。美味しそうと思ってもらえたら幸いです。今回もごちそうさまでした。バイバイ。